どうも、キューティーのガンクマナです。おしゃしゃ。ベイビー、こじき見習い。このこじきはどんなというわけでですね、今回マズラビデオ、仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。あー、先生ミスター関、クリスチャンって呼ぶ。金持ちやってるか。今回の仰天シリーズは、重度のハンデを負って生まれた赤ちゃんを6500人も救った、偽物の医者が存在する。というわけでですね、今回その偽医者について触れていきたいと思います。現在ほど医学が進歩していなかった19世紀後半から20世紀前半にかけて、およそ6500人の未熟児として生まれた赤ちゃんの命を救った男性がいる。そして彼は医学教育も受けておらず、医師免許を持たなかったんだけれども、アメリカに渡って当時開発されたばかりの保育器を普及させるべく尽力をした男なんだよ。現在ほど医療が進歩していなかった19世紀後半には、未熟児として生まれた子供は医師の対処方法に関する十分な知識がなかったために、生き残れる確率が今よりずっと低かったの。そして医師に育たないと宣告された家族は、我が子が生きていくことを諦めざるを得ない状況になってしまっていた。鼻がむずむずするね。花粉症だろうが。そしてそんな未熟児たちを救ったのが、ドイツ人男性のマーティン・クーニーという人物なの。彼はヨーロッパで保育器を普及させたフランス人名医のピエール・コンスタンタン・ブーダンの弟子だと自称していたんだけれども、実は医師免許を持っていない偽医者だったのね。医者かっこわらみたいな。一番信用なんだよな。そう、彼はいわゆる偽医者で犯罪者なんだけれども、未熟児で生まれた子供たちを救いたい気持ちは誰一人強かった。じゃあ免許取れよ。まともだな、つくみな。そしてクーニーは1880年代にパリで初めて導入された保育器を普及させるべく、1896年ベルリンで保育器に入れた未熟児たちの展覧会を行って物議を醸したのね。楽しそう。一番生き生きすんな。そして彼は複数の場所を旅して展覧会を行い、最終的に1903年にアメリカに定住。ただ当時のアメリカでは、保育器は一般的に有効な医療機器とみなされていなかったのね。そしてニューヨークで未熟児たちを保育器に並べた展覧会を始めたクーニーは、会場にやってきた客から25セントを徴収して赤ちゃんの治療に充てたのね。ただ当時の保育器の維持費は1日約15ドル、現在の400ドルで25セントというお金はほんのわずかな足しにしかならなかったのよ。しかしクーニーは保育器で治療を受ける赤ちゃんたちの親からは治療費を一切受け取っておらず、入場料と自らのお金でなんとか賄っていたのね。そしてクーニーが使用していた保育器はスチールとガラスでできていて、内部の温かさは赤ちゃんが寝ているメッシュのベッドを加熱する温水ボイラーによって保たれていたらしいのね。発泡スチロールとかじゃダメなんですか。魚じゃねえか。そして彼の展覧会の評判は当然医学界にも届き、多くの人がクーニーは単なるショーマンに過ぎないと敬遠していたのね。それを知ったクーニーはメディアを通して、未熟児に十分なケアが提供されるのであれば今すぐ展覧会を廃止すると反論をしたのね。そしてその後も偽医者と呼ばれながら小さな命を守ることに専念し続けて、1940年代初頭になると人々の関心は失われて展覧会は廃止となったのね。ただ同時に未熟児をケアするユニットが病院に続々と導入され始め、これこそがクーニーが最も望んでいたことで、長年の夢がついに叶ったのよ。いいマーケティングになったよね。ビジネスじゃねえか。その後クーニーは偽医者と言われた表舞台から姿を消し、1950年代に80歳でひっそりと旅立ち、彼の元にはわずかな財産も残されていなかったらしい。ただ彼のこの功績は彼が亡くなるまで大きく語られることもなく、彼は40年間にわたり約8000人ほどの未熟児を受け入れて6500人ほどを救ったと言われている、まさにヒーローなのね。どこに旅立ったんですか。あの世だろ。